はい、どうもカッパンチョです。さて、じゃあそう、さっきの続きですかね。この FIFA にほらこの絡んでってた人の話だったじゃないですか、さっきこの前の動画でね。でその FIFA のこの反撃ですかね、まあ新しい新たな映像を公開してね、ああでもないこうでもない、このなんか癖つけてくるやつらをこの黙らせたっていうお話ですかね。うん、まあ三笘選手の折り返しのこの VAR 判定に、まあ海外でも物議と、FIFA にこの証拠の情報公開を求める声があってからの公開っていう話ですかね。三笘選手の折り返しでボールがゴールラインを割ったのかどうかの微妙な VAR 判定は海外でも物議を醸していたと。で英国スカイスポーツ解説者スーネスさんってさっきの人か、反転下がる証拠を開示するべきと主張、こんなに議論を呼んでいるものをなぜ FIFA は示さないのかはっきりさせてもらいたいと訴えていたと。で、あとこの英国の ITV っていうところで解説していたこの G なんとかネビルシティ、も、プレミアリーグでは全ての VR 映像を見ることができるがワールドカップではそうではないと情報公開を求めたと。でドイツ放送局はZDF ってとこかな、ミリ単位の判定がドイツを敗退に追いやったと報道。オーストラリアの、ヘラルド3紙は錯覚が世界を分断したとラインを割ったように見える角度で撮られた写真が今大会最大の論議を呼ぶ原因になっていると伝えたと。で、まあ、このスペインが、ね、この20年前にも、ね、こう一緒にされたら困りますよね。20年前とある半島のあの国での話ですよね。対スペイン、ね、スペインがこのとある半島のあの国と延長戦、このゴールラインギリギリで上げたクロスを、モリエンテスがヘディングで決めて、ただライン終わったと判定されてノーゴール。でもこのビデオ映像ではボールはピッチ内に残っていたと。で猛抗議にも限ら、ね、関わらず判定が覆らずにスペインはその後 PK 戦で敗れたっていうね、うん、いや一緒にされても困りますよね、うん、全然違うんで。マスコミもこういうとこだよな、こう悪意を感じますよね、うん。でまあそこでね、この FIFA がこう反撃に出るわけですよ。証拠付き、証拠付きでこの公式見解を発表、証拠では完全に外には出ていないと。だからまあアウトじゃなくていいんだっていう、だからゴールは有効だっていう話なんですよね、うん。サッカーのカタールワールドカップは1日、E 組の日本がスペインに2対1で逆転がし、決勝トーナメントに進出を決めたと。で1対1の後半6分、田中選手が2点目を入れた場面について直前にゴールラインを超えていたのではないかと海外で論争に発展して、2日と3日か、FIFA が公式動画付きで使用できる証拠ではボールは完全には外に出ていないと見解を示していたと。で後半6分右サイドから、堂安選手のクロスがファーに流れて、三笘選手がライン際から折り返して、田中選手が押し込んだっていうそのシーンですよね。で三笘選手の折り返しがゴールラインを割っていたのかどうか、VR 判定になるんで、ね、なりましたよね。で接地面がラインを越えていても、ね、ボール自体が空間上のラインにかかっていればインプレーとなるためゴールと認定されたんですよね。これをこの見る角度によっては出てるじゃないか。ね、これは確か、一瞬、今もそうかな。ね、とある半島のあの国も乗っかってますよね。うん、で、まあ、決勝トーナメント進出を左右しただけに世界中のメディアファンが大論争。FIFA 公式ツイッター問題シーンのスロー映像付きで解説していたと。日本がスペインに2対1で勝利した試合の2点目はボールが外に出たか否か判断するために VAR で確認がされたと。ビデオマッチオフィシャルは、ボールがまだ部分的にライン上にあるかどうか確認するためゴールラインカメラを使用した、さらに返信欄では角度によって見え方が変わる検証動画を添付、文面には他のカメラは誤解を生む映像を提供してしまうかもしれないが使用できる証拠ではボールは完全に外には出ていないと公式発表をしていたんですよね、うん。さあこれでもまだね、これはノーカンノーカンみたいな、ね、この言い続けるんでしょうかね、うん、ね。だってもう見たまんまじゃないですかね、セーフじゃん、議論の余地ないレベルでしょ、うん。だから VAR、ね、VAR なしでもセーフなんじゃないですかねって思うぐらいでしょ、うん。
だまあでもね、結局ほらこの人間の目ね、この判断、このジャッジ、うん、やっぱりさ、あのなんだろう、当てにならないとは言い切りませんが、でもこうやってね、それをこの補完するっていうかさ、ね、それで用意したのが VAR でしょ、ね、その VAR に対してこの誤作動しているとかさ意味が分かんないですよね。うん、じゃあ何、あと何があれば、ね、満足っていうか納得するんだよっていう、そういう話じゃないですか。うん、大体スペインのさ、ね、この監督だって納得してるし、ね、映像でもどう考えてもこれいいんじゃないですか、ね、ギリギリではありますけどもね、うん、だからもう、まあ、この瞬間映像をね、うん、見てね、それでもまだ騒ぐって人はもうただ単にこの日本のこのね、あの決勝トーナメント進出が気に食わなかったっていう、ただそれだけだと思いますよ。うん、本当こういうの、ね、なんだろうな本当相手するのも大変ですよね。うん、ね、要はこの出された証拠すら認めていないだけ、それでギャー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 騒いでるんですよね。うん、だって仮にこのね、このドイツはドイツでこの敗退でこのね、日本にも唾吐きながらね、このスペインが手抜いていただのなんか難癖つけてね、このギャンギャギャンが、まあこれはちょっと次の動画で見ますけども、ていうかこれがね、インでも仮にアウトだったとしても試合結果を左右するようなジャッジなのかなって、単純にね、にわか発想ですけど、だってアウトだったらもう1点取りに行くだけだしね、だってそもそもスペインの監督もそういうニュアンスの発言してましたよね。うん、いくらわめいてもさ、ね、もうなんかね、あの、ジャッジついてるわけですから、無駄でしょ？なんでこう無駄にこのなんかよくわかんないこの騒ぎ方、いつまでもこのブー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 言ってるんですかね。完全にとある半島のあの国の奴らと一緒ですよね。うん。ね、ビデオ映像と、ね、このボール AI のこのダブル判定で OK 出てるわけでしょ？うん。これをもう覆そうっつったらもう、ね、うん。それこそとある半島のあの国の、ね、うん。実質我々の勝利だ。ね。ノーカンノーカン、無効試合だ、ね。勝ち点は我々に起こせって騒いでるのと変わんないですよね。うん。もうそれこそさ、ね、特にこのドイツの、ね、ドイツの人たちはさ、ね、あの試合前のパフォーマンスのように、ね、口塞いどけ。今こそ口塞いどけ、お前らは。うん。まあなんか、あれだね。うん、文句言うんだったら、ね、どうしてもって言うんだったら、日本、この VAR 判定じゃなくて、スペインにでも文句言えばいいんじゃないですか。うん、まあ、スペインも日本も結果、ウィンウィンっていう格好だったしね。うん、でもさ、よくこのゴールポストに当てずにさ、ね、戻せましたよね。すげえなーって思いますよ。うん、速度と、正確さが素晴らしすぎませんか。うん、ね、三笘選手、次もぜひ頑張っていただきたいですね。今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。